遠心力？うん。じゃあ今度は飛ばないようにと。できたぞ。米の原型がなくなってる。私、なんだかお腹の調子が。味見は遠慮するわ。そっか、大丈夫か？無理するなよ。これでよし、あとは待つだけだな。花園光、どこへ行ったんでしょうね。まさか本当に転校したってことはないだろうが。そうだ、ノリ忘れてた。料理してるのか、なぜだ。さあ、誰かにお弁当作ってるとか。弁当、花園光が弁当を作っている。もしかしてこの僕のために。いや、誰も会長だなんて一言も。弁当か。家庭さんのためにお弁当を作ったんです。はい、あーあーあーあ